ベリー公の意図も豪華なる、自当初より1月1月は、グレゴリオ歴で年の第一の月にあたり、31日、ある。日本では、旧歴1月を無月と呼び、現在では、新歴1月の別名としても用いる。無月という名前の由来には、諸説ある。最も有力なのは、親族一同を集って、縁をする、無月つきの意であるとするものである。他にもとつ、 月、萌月、行月などの節がある。平年の場合、1月はその年の10月と同じ曜日で、始まる。順年の場合はその年の4月と7月と同じ曜日で、始まる。英語のジャニアリーは、ローマ神話の出入り口とドアの神ヤヌスにちなむ。年の入り口にあたることから、ヤヌスの月となった。無月、ケントラ月、猛春、霞諸月、暮れ新月。 早緑月、三尾月、太郎月、古日月、初空月、初春月、初見月、高春、貝年、貝春、貝春、和月、花年、月生、元月、県歳、今春、年始、め、年首、主月年、首年、上春初、初月、初年、初春、初日、千葉、新春、青日、大月、大族、橋月、年葉月、 はじめさい、年初、初年、片年、かおるさい、はじめ年、実月、数月、もう数、もうあきら、リタン発うで、要衆近ぶ千代田のご評を鑑み会の図。ありがとうございます。